今回は人気動画をご紹介させていただきます。はい、こんにちは、森高弘です。アスリートプロジェクト森高弘塾をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、バタフライの顎の使い方をご紹介していきます。よく、見られる光景とすれば、こう呼吸をこうグッとした時に、もちろん皆さん前をね、見ると思うんですが、あの顔を見た時にすぐこう頭を入れて手を回そうとする方がいます。顎の位置を早く戻すことによって何がいけないかというと、ここで呼吸してすぐ戻すことによって、この肩関節が下向きますので手が回しづらくなるんですね。その中で一生懸命手を回そうとすると、そのバタフライで肩が痛くなったりとかして、よくね、バタフライで肩が痛くなりましたってよく聞くんですけども、それはその腕の回し方が悪いんじゃなくて、呼吸してすぐ顎を引いてしまうので、肩が中に入ってしまって肩が痛くなるっていう形が多いです。じゃあどういうふうな形でやっていかなきゃいけないかというと、呼吸した時にできるだけ、顔を前に向けるというのも、この顎の位置を水面と平行にしてあげるっていうのが、すごく大事になります。この時に例えば この位置が水面だったら、これだとダメなんですよね。ちょうど横から見てもらった時に、ここに間が空きますから、しっかりとほぼ水平に顎の位置と水面の位置がまっすぐならないと、体が前に伸びていかない。そしてプラス、この肩甲骨の肩の位置が後ろに行かないので手が回しづらくなります。慌てて、ね、頭を入れるんではなくて、しっかりとぐっと前に出して滑るような泳ぎ、このままなんかこうスケートのね、スケート上ぐっと滑っていくようなイメージを持ってあげると、腕の回し方も楽になりますので、ぜひね、すぐ頭を入れないで顎の位置を前に出すように、やってみてください。最新情報を配信しておりますので、皆さん必ずこのマイチャンネルご登録をよろしくお願いいたします。